はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。はい、豊島区でこのビザ専門の、事務所をやってます。はい、なんで最近大塚にベトナム人が増えたかっていうのはどうしてか。なんかここの近くになんか専門学校の何個ぐらいがありましたので、はい、その学校で、ベトナム人がいっぱいいるから。あ、でこちらが社長。社長さんですか。社長でしたか。ありがとうございます。なぜ大塚なのか、他でもね、条件から大塚にどんどん増えていました、ね、そう、初め新大久保、その次大塚、これなんで新大久保から大塚に流れてきたのかな。うん、多分新大久保は外国人がいっぱいいるじゃないですか。うん、韓国人とか、韓国外国人のところみたいな知る方だったら。確かに大塚って外国人の街っていうイメージはなかったから、うん、そうですね。池袋だったらね、中国とかイメージあるけども、うん、ね、大塚だとそうないから、そこに他の外国人と住み分けするために、うん、ベトナム人が集まったと。これかな。なるほど、分かりました。じゃあ買います。エースコックじゃん。これね、エースコック。へえ。日本の会社が作ったもので、これ向こうで大人気なのね、エースコックの。うん。あ、これ美味しいやつ。これ美味しいです。へえ。うん。いや、これいいと思います。これは俺の財布。じゃあこれ領収書お願いします。じゃあポスターの方もぜひ貼っといてください。あとでチェックしてきて。家の近いですから。